ガパオライスね。うん。はい、あげる。よいしょ。はい、これフォークとスプーンね。いただきます。いただきます。私はスプーンでいいよ。ガパオライスは。はい。おお。ん？気になるの？こっち入っちゃったぞ。おいしい？どっちだ？じゃあなんで両方使って食べてんの？食べないの、ほのちゃん。こっち、これでいい。ん？食べないの？せっかく作ったのに。こんなだったかな。かな、なんか好きそうなのかと思ったのに、テンション上がってた。なん？うん。え？美味しくないのかな。ほのの口に合わないのかな。合わないんだとしたら、ふりかけご飯にするとそうだね、ふりかけご飯か、急いでなんか。ふみちゃん大丈夫？ふみちゃんちょっと、それ、そこの取ろっか。ちょっとでも、ベって出したよね久々に見たけど、うん、美味しくなかったのかな、今日。そんなに？あ、暑かった？暑い？でも暑くないよね。これ、これ使いな。これ、ほら。ほら。おいしい？あー。うん、なんか入れて。何？熱い？熱くない？まあ、なんかもしかしたら暑いのかな。でもそんな暑くない気がするけど、猫舌とか猫舌でも口に入れようとはするから、うん、別にまずくはないと思うんだけどね。え、ひくめたよ。そっちがいいの。でも美味しい？ガパオライス美味しい？初めてだっけ？うん。うん、でも食べようとはするから、何なんだろう。うん。美味しい？食べるじゃん。あ、ただピーマンどうなんだろう。うん、そうだった。すごい。もう量少ないね。ちまちま食べてるね。うん。
ふみちゃんもあるサラダだよ。いらないの？サラダもなんか食べなくなったね。せっかく野菜いっぱい食べると思ったのに。じゃあなんでちょっとの量だけすくうの？もっとちゃんとすくえるでしょ、ほの。欲しいって。うん、パラパラするの？うん、ガッチ。なんでご飯乗せたら海苔めっちゃ喜んでて。ある。もう海苔だけ食べちゃうよ。確かに。ご飯一緒に食べないの？じゃあご飯もね。ね、海苔だけ食べてよ、ほのちゃん。ほのちゃん、ほら。ご飯も一緒に、ほら。海苔食べよ。ほら。ほら。食べないんじゃない？これ食べないかもね。うん、おいしいよ。パパ、癖強かったかな。そんなに癖強いわけじゃないから。強くないよね。子供にはよくわからない味なのかな、まだ。なんか違うの食べるの？違うの食べようか。